隊長、珍しい車、かっこいいですね。隊長、調査、調査、今から調査ですよ。隊長、調査、調査ですってば、調査。さて、超小型モビリティとはどのような車なんでしょうか。軽自動車よりもさらに小さい車です。で、2人乗りで、一般的な家庭のコンセントでも充電ができます。その超小型モビリティを活用した社会実験とはどのようなものなんでしょうか。環境問題や交通インフラなど熊本県が抱える課題を解決するために超小型モビリティの活用を試みる取り組みです。熊本県とホンダ技研工業が去年の6月4日に包括協定を締結し、平成25年度から27年度の3カ年にわたりマイクロ EV の活用した社会実験を共同で行っております。ホンダの車はこれが世界初の試みでございます。具体的にはどのような実験なんでしょうか。利用者へのニーズや課題を確認するために観光地や過疎地での実験、会社の営業者など事業所での実験のほか、子育て世代などによる実験を予定しています。様々な可能性が広がるというわけですね。低炭素社会の実現や新たな街づくりなど地方の活性化を目指し、この社会実験を進めています。隊長、これは詳しい調査必要ですね。この日は社会実験の一環として一般の方を対象にした試乗会が行われました。 MEV を使うとどんなメリットがあるんでしょうか。はい、MEV はこのようにすごく小さな車なもんですから、小回りが効いて運転もとても楽です。それに、電気自動車なもんですから排ガスも全く出ません。生活の中でちょっとした移動にはすごく便利な車なもんですから、買い物ですと帰りにもう一軒寄っていただいたり、あるいは、家族を駅に送ったり、そうやって気楽に使っていただきたいなというふうに考えています。さて、今回の試乗会の目的はどんなところでしょうか。まず内側のコースでは運転のしやすさを体験してもらおうと思っています。それから街の中も走っていただくんですけど、こちらでは普段の中の生活の中のシーンを体験していただいて、使う立場での生の声を伺って、今後の我々の研究開発に反映したいというふうに考えています。試乗会の参加者に感想を聞いてみました。乗り心地はいかがでしたか。乗り心地はいい、とってもいいですよ。そうですか、はい、音も静かです。普通の車との違いって感じられました。ハンドル軽いです、はい、で小回り効きます。おお、いいですね、はい、どんなシーンでこう活用されたいっていうようなイメージはできましたか。子供がいますので、うん、子供の送迎と買い物とかに使いたいですね、はい、排ガス出ないのでぜひ普及していただきたいと思います。さて、この社会実験、今後どのように生かされていくんでしょうか。この実験まだ今日が始まったばかりでございます。今後低炭素社会の、環境に優しいですね、地域づくりに つなげていけたらいいなと思っておりますので、県民の皆さんのご協力をぜひよろしくお願いしたいと思っております。超小型モビリティ MEV を活用した社会実験とは、地球環境や都市のさまざまな交通手段の問題に対して MEV の活用によって解決を試みる取り組みでした。今後熊本の街づくりに MEV が活躍してくれたらいいなと思いました。以上、調査報告を終わります。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。お送りいただいた方の中から抽選で5名の方にくまモンオリジナルグッズをプレゼントします。また過去の番組はインターネット放送局ムービー熊本でご覧になれます。さて、次回のゆけくまモン調査隊は熊本の赤ブランドについて調査します。熊本県の提供でお送りしました。